짬뽀 야사이 노래가 나왔다. 다크산 갔다네. 케이크도 바타와 ここ. 오차도 주스와 ここ. 아이스크림과 ここ. 고리를 作ろ. 야이쇼. 야사이요. 뭐가 入ってるよ. 고리와 뭐かな. 開けてみよう. 오! 안팡만의 피규어! 아가짱, 도저! 이거 뭐かな? 아! 도넛이다! 파크! 마지막의 하나는 뭐かな? 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 에? 뭐これ? 아가짱, 아げる! 이란노에데쥬! 닌자! 토마토! 피망! 캬베츠! 오나카소이쳤다! 프루츠 야구르트 파크! 타마고! 똥똥똥! 파카! 무샤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 ! 베리케이키! 타베쳐오또! 파크! 소다! 오야사이데! 요리를 作ろ! 이래요 키친! 포크! 뽕! 나이프! 뽕! 프라이가시! 뽕! 스푼! 뽕! 프라이팬! 뽕! 오나베! 뽕! 오야사이요 아라우요! じゃーん。じゃーん。わー、お水がかかると色が変わったよ。 じゃあ、きれいに洗って、トウモロコシ。 じゃあ、トウモロコシも色が変わったよ。 ナスビ。 じゃあ、色が変わった。 トマト。 トウモロコシ。 ナスビ。 お鍋に水を入れて、 カチカチカチ、火がついた。 トウモロコシ、 ナスビ、 トマト。 わー、色が変わったよ。 グツ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 火を切って。 美味しくできたかな。 チュル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 。 美味しい。 あー、焼けたかな。 わー、こんがり焼けた。 ピザ。 あー、美味しい。 このキッチンって、もしかして。 わー、お店屋さんだ。 이라시오세. 호트도그 くださいね. 주 호트도그 ですね. 뽕뽕뽕뽕. 빵키즈요. 뚱. 윈나를 作るよ. 노바시테 노바시테. 오케이. 레타스를 作るよ. 탄탄탄. 우스쿠 노바시테. 완성. 빵에 레타스를 넣어서 윈나. 이거에 마스타드를 かけるよ. 무뉴무뉴 무뉴무뉴. 細く 伸びたら 위에から かけるよ. 완성. お客様 お待たせしました. お待たせしました. 美味しそうでちゅ. 파크 파크 파크. 데리셔스. 오미세야산 다니시. 빙빵. 메르짱 아소보. 곤슬리짱. 見て! 아타라시 키친! 와! 素敵ね! 開けてもいい? 오! 中に何か入ってるよ! 開けてみよう! これは何かな? チョコエッグ! えい! カプセルだ! 파크! 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 このカプセルには 何が入ってるのかな? おろぽろぽろぽろ! 組み立ててみよう! 何ができるかな? 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 デイジー! スノーボードに乗ってるよ! さて、対決が始まりました! 二人ともすごいスピードで作っている! メルちゃんの一品目は? 何でしょうか? おっと? これは何だ? にゃらにゃらにゃら! これはパスタ! 野菜も入れちゃうよ! ブロッコリー! できた! 人参! できた! マッシュルームも入れちゃおう! できたら湯がいた麺と一緒に 新鮮なお野菜の中に入れて 炒めるぞ! ジュージュージュー! ケチャップで味付けをして しっかり絡めたらお皿に盛って おいしそう! メルちゃんはそろそろ出来上がりそうですね! パスタの完成! リカちゃんの一品目は? なんだなんだ? 何かを包んでいるぞ!
パンに乗せて、これはもしかして、よし、オッケー、じゃーん、餃子です。一品目が出来上がりました。二品目、メルちゃんは何を作っているのか。まずはトマト、新鮮なトマトのスライス。次は玉ねぎ、真っ白でみずみずしいよ。次はレタス、新鮮パリパリのシャキシャキレタス。取り出してできた。次はジューシーな赤身のお肉、これはパティ。このバンズにパティを重ねて、玉ねぎ、トマト、レタスを乗せて、バンズを乗せる。最後にごまを振りかけたら、ハンバーガーの完成。リカちゃんは何かを細く伸ばしている。細く伸ばした麺をお鍋に入れて湯がく。チャーシューを切る。野菜を準備して、麺が茹で上がったら、お皿にスープを入れて、麺を入れる。チャーシューを入れて、野菜も入れたら、これはラーメンです。ラーメン。二品目が出来上がりました。メルちゃん、次は何を作るのか。これでイチゴを作るよ。次はバナナ、これはラフランス。この筒にアイスを入れてセット。ムーンギュー、ニョロニョロニョロ、濃厚バニラ味、おいしい果物をトッピング、フルーツパフェの完成。おお、デザートもできた。この対決はどうなるのか。おっと、リカちゃん、リンゴを取り出しました。リンゴをお皿に乗せた。その上に何かをかぶせた。おいしくなーれ、おいしくなーれ。これをオーブンに入れて閉じる。できたわ。デザートのアップルパイできました。まさかのアップルパイ。3品目のデザートが出来上がりました。では2人の料理を見ていきましょう。メルちゃんのパスタ、ハンバーガー、フルーツパフェ、リカちゃんの餃子、ラーメン、アップルパイ。この対決の審査員は動画を見てくれているみんなだよ。メルちゃんの料理、リカちゃんの料理、どっちが食べたいかコメントで教えてね。みんな、メルちゃんに一票、リカに一票。二人とも頑張ったねって思ってくれた子は評価をぜひ。チャンネル登録もよろしくね。次はどっちを見ようかな。